食った。よいしょ、いいサイズだ。よし、まあ今使ってるのが 73ml です。今ね、こういったとこの壁打ちをする中でも、ロングロッドのメリットっていうのがあります。例えばですね、やっぱり壁っていうのはもちろん壁際にキャストして壁際をきちっと引いていきたい、まあ、その中でやっぱどうしてもね、ボートポジションっていうものもあったりして、壁に竿で寄せるとき、ショートロッドとかだと寄りにくい、目いっぱい伸ばしても壁に届かない、そういった時もですね、こういう7フィートとか長めのロッドっていうのは、例えばこう投げといて少しキャストが逸れちゃったなとしても、壁に竿をロッドを向けて壁に寄せることが容易である。これはもう一つのメリットですね。体もそんなに乗り出さなくてもしっかり寄せることができます。やりました。すごく大きくはないけど、ナイスサイズです。今ですね、ちょっと映像で多分映ってると思うんですけど、結構遠目でかけて一気に船なんですかね、船側に魚が寄ってきて一気に突っ込む、その時にかなりロッドの方がグッて入ってたと思うんですけど、まあここでですね、やっぱりタイドレーカーのいいところっていうのは、まずベリー部分に力を持たせてます。ベリー部分、これジョイントの部分ですね、2ピースです。そこで一旦耐えてくれます。で、最後船べりに寄ってきた時にもう一回魚が突っ込む、これボートシーバサングラーなら、一度は経験があるかと思うんですけど、寄せてきた寄せてきた、最後船べりでもう一回突っ込む、うん、これ右切れなんですね。ほとんどシーバスの皮が切れてしまう。その時にですね、まあタイドレーカー長さ全体の、アドバンテージももちろんあるんですけども、バットパワー、こちらを、無駄に強くしていないので、万が一の突っ込みの時にバットがもう一回曲がってくれるんですね。船べりで、最後の突っ込みでもう一回ロッドが曲がってくれると、ボートシーバス、バラシはもっと減りますので、はい、ぜひ、その辺もタイドレーカー使ってみてですね、体感いただければと思います。じゃあもう一本ワンモアキャッチ頑張ってみたいと思います。よっしゃ、今はもう船べりギリギリですね。どうです、柔らかい竿って言われてますけど全然耐えますでしょ。中間位置で耐えてますよね。まあサイズは50弱くらいかな。うん。でもまあある意味曲がってるってことによってシーバスの見切れを防ぐ。別に無理してグイグイボートシーバスなんでね、やる必要もないですし、ある程度寄せてきたら網ですくってあげればいいだけなんで。よいしょ、50弱ってとこですかね。うん、これなんですよね、常に寄せてきた時の
もう一回聞こうって、これこれ、ここで結構みんなドラグだったり締めてても緩めててもやっぱ心拍の動き早いからそこの突っ込みにね追いつかなくなる、バレてしまうってことが、よいしょ、そんな大きくなかったけど、まあナイスサイズですよ、よいしょ。